アメリカのサーバー大手スーパーマイクロコンピューターの株価が28日19%下落しました2024年度の年次報告書の提出を延期するとの見通しを示したことが嫌気されましたスーパーマイクロをめぐってはアメリカの投資会社ヒンデンブルグが前日会計操作を行っていると主張しスーパーマイクロ株を空売りしていると明らかにしています